自分にこう聞きながらインテリアをコーディネートしてみたの。スピーディー・ゴンザレスは何者？スピーディー・ゴンザレスの好みは？スピーディーに必要なのは？スピーディー・ゴンザレスを心から理解するのは？楽じゃなかった。でもやり遂げたわ。さあスピーディー、あなたの部屋よ。気に入った？あ、すごいね。ベルがたくさんあるね。これベルの中にベルがあるのよ。ねえローラ、気持ちは嬉しいんだけど、セニョールバッグスのところへ帰るよ。穴蔵が恋しいし、もう水も引いてるよ。この部屋どうするの？君が住む。私が？どうかな、趣味違うし。でも案外いけるかもね。スピーディーのカラーを取り払っちゃえば。オッケー、マラソンをやるには持久力と正しいフォームね。じゃあ見てて。何が？早く見せてくれ。マジか、今走ったよ。見てません。 OK、 じゃあもう一度ゆっくりね。何が？走って、おい目開けとけ。 OK、 今度は超スローで走るよ。フォームをしっかり見てて。わお、早すぎです。なんで大会に出ないのさ。かわいそうだろ。オイラが出たら優勝だ。負けて泣く人が出る。オイラは神様だね。オッケー、じゃあまずは走ってみて。スタート。どうです？ハイヒール履いて走ってる女子みたいだ。だいぶ走った。まだ3メートル。マラソンはどれぐらい走る？42キロだよ。いや調子どう？あいつこそマッチョです。アスリートには勝てません。何がスターだ？何が頼りになるしっかり者のスターだ。おしゃれでしょ。スピーディー、どうしちゃったのこれ。高級レストランサリバンみたいに。エビのスカンピ？うん、すっごくうまそう。この料理食べたことありません。人生何事もチャレンジです。ですよ。早速試してみます。戦う相手間違えたね。ねえ、向こうは戦ってないと思うよ。迎えに店を出しただけだ。負けるのは嫌いだから、メキシコで最速のネズミになれた。いい？向こうがバイキングならこっちもバイキング。向こうがスカンピならこっちもスカンピ。向こうが金曜夜にライブならもちろんこっちもライブやるよ。いやー、今夜ライブやるの？は？何言ってるの？とぼけないで。何が？冗談じゃないよ。任せてくれって言ったくせに。僕がいつそう言ったの？この前話したね。お願いあるんだけど無理だったらいいよ。誰か金曜夜にライブできる人知らないかって聞いたら、そうね、知ってるのって聞いたら、まあねって。でグラシアス助かるよ、バッグスは男の中の男ねって言ったら、君はわかるよって。ちょっと鼻についたけどそれどころじゃないからよろしくって言って頼んだよ。そういうこと。スピーディー、これはもしもの話なんだけど、そのもしも何かの理由で今夜ライブができなくなっちゃったらやっぱり困るよね。ああ、別に。全面広告にかかったお金をドブに捨てることになるだけだよ。それからお客さんはもう来なくなるよ。サリバーに全部取られちゃうんね。お願い、なんとかしてよ。なんとかするよ。頼んだよ。喜べダフィー、みんなの前でピアノ弾けるど。ピアノ？もう弾きませんよ。何言ってるんだよ。そっちこそ何言ってるんです？ピアノやめた方がいいって聞いたらそうねって。まあドゥ、あの話はとりあえず忘れて。ちょっとでも失敗する可能性があるならチャレンジなんてするだけ無駄って話もですか？そこは全部忘れて。あれは間違い、ほんと最悪のアドバイスだ。ダフィー、男がピアノを弾きたいと言ったからには最後までやり通さなきゃ。稽古がどんなに辛くても、ピアノがどんなに下手でも君ならできるよ。本当にそう思います？まあね。いやもちろん。
やとバックス。お礼は僕ではなくてダフィーに言って。お礼はウィニーと彼女の親に言ってください。子供は寝る時間です。買っちゃった。ピザ作ってて。宅配ピザ頼めば。練習中なんだ。店を買ったから。店を買った？それが言うのドリーム？自分の手で何かを作り上げて誰かを喜ばせたかったの？それともこれに囲まれていたいの？チーズ。違うよ。日曜の夜のたまり場が欲しいんだ。たまり場？それならガレージをリフォームすれば店買わなくて済む。レストランを経営したことは？ない。お店で働いたことは？ないよ。でも飲食店のことはいろいろ調べたいよね。そうでもない。なんとかなるっさ。まあ優秀なスタッフさんいればノープロブレーム。ねえ、どっちにすればいいと思う？こっちか、それともこっち、それともこう。スタッフは選ぼうね。ご注文は、まあ、マッシュルームピザ2枚、ミルクシェイク2つ、それからイカリングも2つ頼むよ。うう、ごせだね。彼女来るの？来ない。ぼ僕一人だよ。かわいそうに。でも Don't worry、 これで解決。君がダンスの先生？そう、ピッチャも焼くけど2階でダンス教室、月曜の夜。いいかい、ダンス踊れると思ってるよ。ふん。どうなってるの？昼寝してたら溺れかけたいよ。棚を作ろうとしたら排水管に穴を開けちゃって。お金払って作ってもらえばいいのに。アホだね。僕はノーベル賞取ったんだ。棚ぐらい作れるはずさ。へえ、ノーベル賞ね。なんでもらったの？棚を作れないから。スピーディー、何してるの？ここ住んでる、じゃなくて住んでたよ。でもここバグスの家よ。自分の店があるのに家はないの？うん、確かに。スピーディー、私たち大人でしょ。独立しなきゃ。君はどうなの？親と同居。ベルも買ってくれるの？遅れてごめん。バグス、なんで女装してるの？女装？ああ、ダフィーにカットモデルやらされちゃって。髪型はいいけど、案外ブサイクなんだね。なんだよ、みんなブサイクって。可愛いと思うけどね。ピンキー、お連れさんどなた？とってもビューティフルね。ビューティフルって、キャッシーよ。やっぱり見る目がある人っているのよね。だから可愛いって言っただろ。オッケー、今日の結果、ジャンピングジャックが3回、腹筋1回、腕立て2分の1回。昨日よりいいね。何それ？スポーツドリンク、イオンサプライです。炭酸ジュースだろ。栄養には気をつけないとダメ。ランナーの体は車、食事はガソリンさ。いつも何食べてるの？食事には気を使ってます。朝食はホットドッグの砂糖がけです。ちーっとも気を使ってない無頓着。ランチは小麦パンのターキーサンド。オッケー、いいねいいね。それを油で揚げて砂糖をたっぷりかけます。夕食を聞くのが怖い。どっさり食べてぐっすり寝ます。キャセロールの皿にガッツリ系のを入れて砂糖をどっさりたっぷりかけます。でっかいスペアリブにマシュマロも入れて、それに砂糖をもう山ほどかけてレンジに入れて45分待ちます。最後に粉砂糖をかけて出来上がり。本当にそれ食うの？そう、足りない栄養はプロテインバーで補います。それクッキーの生地じゃないか。見なさい、走って走って。やっぱりあいつは愚か者です。分かった。だが今日こそ我々の日だ。イエー！我々は決して負け犬ではない。史上最強のピダ店だ。イエー！ピダキディが膨らむように我々も立ち上がるのだ。イエー！俊敏かつ冷静に作戦行動に入る。これから君たちを、いいか、決して失敗することのないポジションに配置する。ついてきてくれるか？よっしゃ。よし、今すぐ食料庫に突入しろ。こん中で何をすればいいのさ。そのまま待機だ。うまくいってよかったね。ジェラーディへようこそ。
メニューをどうぞ。たくさんあって迷うわ。おすすめは何？ユー、生き生きしてるね。獲物を狙う美しいトラのようだ。あなたにはチーズがおすすめだ。アジアゴチーズで、ユー、知性が深い人だ。そんなあなたにはマッシュルームです。どうぞ。レストラン経営成功の秘訣はネズミだった。衛生局にそう言っといて。もしもし、もしもし。あ、おいらは出ない。かわいそうだろ、優勝しちゃったら。やっぱりおいらは神様だ。おいらは神様じゃない。メキシコ行き早いネズミだ。アスリートだ。それちょうだい。ねえ、その服どうしたの？キャッシーにはこっちの方がいいかななんて思って。うー、ほら見て、かわいいでしょ。もう始めてやるよ。なんて素晴らしいんだ。まさにダンスフロアの花だね。ありがとう。キャッシーのことだよ。生徒とは付き合えないから残念だよ。それいいレールね。オッケー、みんな、それじゃまた来週。ススピーディー、僕毎日練習するよ。おいて、まあ頑張って。キャシー、来週の月曜を指折り数えて待つよ。ウノ、ドス、トレス、クアトロ、スインコ、セイス、セッテ、オッチョ、ヌエベ、ディエス、オンセ、トセ、トレス。ねえ、ここどう思う？うん、なかなかいい感じ。この辺に穴を開けて、何言っちゃってるの。この部屋全部使っていいのよ。どうかな、ここビッグすぎるよ。一緒に部屋をきれいに飾りましょう。私目が利くのよ。左目がね、右は普通だけど。あれ、そうじゃなくて右がすごく利くんだった。左目は赤外線センサー。ダメ、裸じゃなく目を見て。バッチリ見えてるわよ。ねえねえ、ゴールしたよ。どうしたの？窒息の卵に当たった。肩を貸せば走れそう。ダメです。一人でゴールしてくれ。お前の夢ですよ。お前の夢を支えてやれなくて悪かった。俺は現実を受け入れるしかありません。お前はアスリート、俺は落ちこぼれです。でも行け、行くんです。しっかり者で頑固者でマッチョでダメなスター。君を置いたままゴールできないよ。タイム13時間30分。ニューヒーロー誕生。ダフィーを抱えて37キロも走るなんて、まさにヒーローだね、ピンキー。ダフィーだって同じことしたさ。素晴らしい、素晴らしいゴールです。見ろ、明らかに俺のくちばしの方が先にゴールしてる。
つまり俺の勝ちです。これで友達の役割は入れ替えです。俺がスターです。お前は愚か者、お前は頑固者です。スピーディーはネズミです。ネズミって頼りになるしっかり者って言ってたくせに。友達の役割を理解してませんね。ほんとお利口じゃありません。俺はお利口です。俺は神様、俺はアスリート、細マッチョで俺はしっかり者です。ゴールデンボーイです。ねえねえ、新しいドレス今日で最後だからおしゃれしてきた。エブリバディリッスン、君たち教えることができてハッピーだったよ。みんなすっごく上手くなった。すんごく素敵になったセニョリータもいるけど。さあレッツダンス。素敵なドレスだね。ババックス、リードするのは僕だろ。いいから黙って踊って。ついてきて、見せたいものがあるんだ。一体何なのさ。店を持つのが僕の夢かって聞いたのを覚えてる？うん。僕のじゃなくて、君の夢なんじゃないかって気づいた。ピッツァリーバー。セニョールバーニー、感動して言葉も出ない。でも日曜の夜は僕らの席を取っておいてね。ピッツァリーバーか。はい、ニンニンピッツァ。こちらはプレーンチーズピッツァ。うん、豚でいるのも楽じゃないよ。ところでダフィーは？ピーダの配達に行ってるみたい。よし、住所はビーチ通り816番。注文は何だ？ラージサイズのペパロニピザ。ピザを配達するぞ。撤収。ダメダメピンキー、逆ユーがリードしなきゃ。男なんだから。キャシーは女性だよ。君みたいな美人は初めてだ。まあそう言ってもらえるのは嬉しいんだけど。バックスだぞ。セニョールバックス。あの変な女はポーキーのダンスに付き合うために変装したバックスだったんだ。そういえばそう言ってた。僕はポーキーのダンスのパートナーだ。君が夢中になってもマドンナにはなれない。だって君と付き合うの無理だもん。いくら美人でも。美人？誰がそんなこと言った？君だよ。お世辞だよ。ユーは間違いなくこの教室で一番のブッサイークね。だから君がへこまないよう気を使って大げさに褒めたんだ。女装とはね、ほんとアンビリーバボー。可愛くもないのに、まったく意味不明じゃん。